おはようございます。純也です。いつものコインランドリー行ってきます。で、今日ねめっちゃいい天気ですね。まさに雲一つない晴れ空っていう感じです。なんですけれど、最高気温が結構低くて2桁に達しない最高気温だったかな、今日は。いや、まだまだ寒いんだけど、たまに急に暖かくなって、まさに三寒四温っていう感じでしょうかね。まあそんなことを言いつつコインランドリー行ってきます。コインランドリー到着です。それではカメラオフ。コインランドリー終了です。いやー、ほんとめっちゃ晴れてますね。こんにちは、純也です。みんな大好きケラリアピグマヤの会。今日はですね、ちょっとした小ネタ集です。なんかこうでっかい話題もないですし、こうなんていうか、こうちょっとした小ネタを適当に喋ってお茶を濁す作戦です。ということで、小ネタをいくつかトピックとして取り上げて喋ります。全部で5つかな。最近発芽したピグマヤと、実はこの冬ちょっと失敗ばっかりしてましたよっていうのが2つで、3つ目が、これはケラリアピグマヤ関係するか、ジェーズカレーさんで未商工館会に行ってきたっていうのが3つと、あとその時聞いたピグマヤの葉挿しについてと、最後に余白さんが草振りまでピグマヤを出していたっていう、全部で5つです。最初のトピック、発芽したピグマヤの話なんですけれど、これ見てください。これめっちゃ丸葉じゃないですか。双葉の部分がまん丸なんですよね。ピグマヤの双葉って何て言うかな、こうこんな感じで開くのが普通だと思うんですけれど、この株に関しては完全にってほどでもないか、ほぼ丸の双葉が生えてるんですよね。で、その上に本葉が出始めてきているんですけれど、これも結構丸まってるような感じなんですよね。どうすかこれ、なんか将来有望なピグマヤって感じがします。それがですね、こっちも先ほどではないんですけれど、丸葉傾向にあるような、そんなような双葉が生えてます。ということで、最近発芽したピグマヤが丸葉傾向にあって大変嬉しいという話です。でですね、なんでこんな丸葉になってるのかっていうのをちょっと考えたんですけれど、もしかすると風かなって思うんですよね。この2株についてはほぼ24時間ずっと風が当たってるところで育ててきているんですよ。そんなところでこんな感じで丸まってるというか、丸葉になってるとすると、よく風を当てると丸葉に育ちやすいのかな、なんてそんな仮説もできたりもしてます。第1のトピック、発芽したピグマヤが丸葉でめっちゃ嬉しいっていう話でした。で、第2のトピックとして、この種をまいたピグマヤに絡む話なんですけれど、実はこの冬ですね、10じゃないか、20もいってないかな、15粒ぐらい種をまいてるんですよ。なんですけれど、なんかね、何か間違えてると思うんですよね。すごいミスをやらかしてると思うんですけど、それが全然わからないんですけど、ほとんど発芽してないんですよね。十何粒まいて、この2つ以外に、あと何株あるんだろう。これ以外に5、6株ぐらいしか残ってないのかな。なので半分ぐらい、半分、あ、違うな。まいた数はもっと多いか、20粒ぐらいまいたのかな。その中でこれ以外にあと5、6株ぐらいしかないんで、ものすごくこう、発芽率が悪かったんですよ、この冬。多分ね、何かやってるんですよ。けど、その何かやったのがちょっと思い当たらないんですよね。
冬にケラリアピグマエの種をまくのは割と自分にとってなんですけれどリスキーかななんていうのを感じた、種まきでしたっていうのが2つ目。そして3つ目のトピックとしてちょっとピグマエから脱線するんですけれど、あ、脱線しないか。ですね、先日ですね、みんな大好きジエズカレーさんに行って、そこで未消交換会っていう飲み会があったんですよ。そこに参加してきたんですよ。そこでその未消交換会っていう名の通り、いろんな未消をいただいてきちゃったわけなんですけれど、ちょっと紹介していきますね。これなんかレアなユーフォルビアらしいんですけれど、あんま自分詳しくないんですよね。ユーフォルビアのモラチーっていう植物、ユーフォルビア、なんかすごくレアらしいんですよね。 Google で検索しても日本語の文献としてはユルプさんのブログとかあともう一つぐらいしか出てこなくて、ほとんど情報がないんですよね。なのでどんな風に育てていけばいいのかちょっとよくわからないんですけれど、これ伊豆さんの株なんですよね。なのでちょっと困っちゃったら江津さんに相談しようかななんて思ってます。すごくレアなユーフォルビアモラチー、これをいただいちゃいました。でもう一つ、これもユーフォルビアのバリダですね。バリダってこんなちっちゃいの初めて見たんですよ。こんなちっちゃいのにもうすでにトゲがあるんですよね。ただしですね、トゲがすごく柔らかくて繊細なんですよね。あんま触らないようにしないと。めっちゃ可愛いバリだ。これはですね、自分と同じくケラリアピグマーヤが好きなユキさんからいただいたものです。ありがとうございます。めっちゃ可愛いバリだ。そして最後にケラリアピグマーヤ、これもいただいちゃったんですよね。これね、これをですね、もう言っちゃっていいのかな、言っちゃいましょうか。そう、言っちゃいましょう。これをもらうときにはビンゴゲームをやったんですよ。でそのビンゴゲームを始めるあたりからかなりねお酒に酔っ払ってて、このケラリアピグマや誰からいただいたのかほとんど記憶になかったんですよ。すいません。でですね、今日どう毛利さん、お金がなくてもパキポが欲しいの毛利さんの動画を見ていて気がつきました。毛利さんが持ってきたケラリアピグマやですね、それを自分いただいちゃったんですよね。毛利さんありがとうございます。でですね、その毛利さんの動画に出ていた時はここの真ん中にちょこっと新しい葉が今展開してるじゃないですか。その毛利さんの動画の時はこの新しい葉がほとんど見えてなくて、うちに来てから急に新しい葉が出始めたんですよね。やっぱケラリアピグマーヤこれくらいだと成長めちゃめちゃ早いです。毛利さんありがとうございます。っていう感じでジェイズカレーさんの未消交換会でいただいてきた植物たち、ケラリアピグマヤが入ってるから今回のネタにしちゃいましたというのが3点目です。あ、違うか、え、そうそう、3点目です。3点目です。次に4番目のトピックです。4番目のトピックはさっきの3番目のジェイズカレーさんでの未消交換会につながる話です。でその未消交換会の席にはですね、ソイルスキルデザインの K さんも列席されていたんですよ。 K さんはですね、ケラリアピグマや普及委員会もされている方なんですね。でその時にちょっとね、自分がこれケラリアピグマヤの葉差し発根チャレンジをやってるんですけれど、その話をさせていただいたんですよ。その時にですね、 K さんからこんな仕組みで発根してるんじゃないかという仮説をおっしゃられていて、それがもしかするともしかするかもと思ってちょっとこのトピックに取り上げさせていただきます。ということで、その K さんがどんなことをおっしゃられていたかっていうと、こんな感じでケラリアピグマヤの葉を揉いだ時に、だいたいここのところがえぐれてしまっているんですけれども、たまにですねこんな感じでちょっとぷくっとしている白い部分がある
もぎった葉が出てくるんですね。で、前の動画で自分がこういったぷくっとしたものの葉の発酵率がいいかもしれないって話をしていたと思うんですけれど、その K さんがおっしゃる仮説によると、このぷくっとした部分っていうのは実はこの、もぎった時に枝がちぎれてしまってここに残っているんじゃないかという話で、その枝が、根を生やしているんじゃないかっていう仮説なんですよ。で、もしかするとそれ当たってるかもしれないななんて思っているんですよね。なのでこれからですね、ゲラリアピグマヤの葉をもぐ時にはですね、ちょっと今もいじゃおうか、このでかい葉ちょっともいでみましょうか。もぐって言います？葉をもぎるって自分言いがちなんですけど、葉を取るとかそういった言い方の方がいいのかな。まあいいや、とりあえずちょっとこれを取ってみます。ちょっと硬いな。でかい葉はちょっと重いで、これなんかはですね、葉の部分こんな感じでえぐれているので、これを水苔に刺してもおそらく発根する可能性は低いんじゃないかと思うんですよ。ちょっと試しでこれに刺しときますね。こんな感じで葉をこうもいだ時に、枝の部分がえぐれて白い部分も一緒にくっついてきたものができたらちょっと水苔に刺して発根チャレンジしてみようかななんて思います。というのがトピック4番目です。あ、そうだ、ちょっと忘れてた。でですね、その依然としてこう発根してしたとしても、そこからこうピタッとこう枝が生えるとか新しい葉が出るとかっていう成長がないので、それについてはですね、ちょっとね、いかんともしがたいというか、どうしたらいいのか分かんないところではあるんですけれど、その K さんの仮説、そのもいだ時に枝の部分がちょっと一緒にえぐれてついちゃったんじゃないですか、そこから枝じゃないか根が出るんじゃないですかっていう仮説はちょっとこれから検証していこうかと思います。というのが4番目のトピックです。5番目、最後のトピックなんですけれど、先日、X と書いて Twitter と読むところで、余白さんが、草フリマをやられていたんですよ。で、余白さんといえばケラリアピグマヤを育てるのが上手で、余白さんのピグマヤ、通称余白ピグは自分も欲しくて、もしかするとその草フリマでケラリアピグマヤを出されるかもしれないんで、しばらくウォッチしていたんですね。で、やっぱりそのケラリアピグマヤを出されていたので、そう、自分も買おうかと思ってちょっと余白さんに連絡を取ったら、売れちゃいましたということで、なんかね、もしかするとっていうか数秒で売れちゃったらしいんですよ。やっぱね、余白さんのピグマヤめっちゃ人気ありますね。ということで、ちょっとね、のろまな自分はなかなかその数秒で売れていくところに乗り切れず、でちょっとね、みんなに負けないように、こう余白さんのツイートの投稿画面を何度もリロードしていて、こうまたケラリアピグマヤを出されるかもしれないんで、出された瞬間に買えばいいかなと思って、こう頑張って リロード何回もリロードしていたんですよ。そしたら X と書いてツイッターと読むところから、なんかね、怒られたみたいで、問題が発生しましたって画面になっちゃって、余白さんのツイートが見れなくなっちゃったんですよね。なんかね、その画面を見てね、絶望に打ちひしがれてしまっていたわけなんですよ。っていう5番目のトピックです。何の話してるか分かんなくなりましたね。ということで、こう身のない話を5つも小ネタとして放り込んでしまいました。ということで、今日のというか今回のみんな大好きケラリアピグマヤの回、小ネタの回はこの辺で終了です。これ最近お気に入りのピグマヤ、ちょっとねこの辺赤くなってるんですけれど、なんかね、この赤み具合が心惹かれる感じなんですよね。どうですか、このムチブリ具合めちゃ可愛いといったところで、今日の動画はこの辺で終了です。今日も動画を見ていただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントなんかをいただけるとありがたいです。ではでは。